どうも、舞子です。本日は、紀水域で、夜釣りをしてみます。数時間前に放り込んだ、寄せ太郎、です。寄ってくるの、遅いよ。ハリスは、4号。コウナギを避けるために、針は大きめです。餌は、黒川虫、VS、青い染め。黒川虫でも、釣れるのかな。黒川虫。青い染め。生き物がいないです。ユーマズメですが、全く当たりがありません。このままだと、丸坊主になりそうです。集まっている小魚を釣って、坊主を回避しようと思います。餌は、金箔です。全く当たりがない。雨が降ってきた。夏の夜だと。テトラの上にエビがいるんだけど。今日は、何もいません。この川は、まだ冬のようです。今日は、潔く諦めて、出直すか。初当たりです。
小魚が餌を引っ張っただけだ。エビだ。ウキテナガエビがいる。急に湧いてきた。ポーズを回避できるかも。チャンスだー。ほら、餌だよ。餌に興味を示さないです。夕食は、済ましているようです。ほら、餌だよ。食べてみて。惜しい。ほれ、ほれ。ザリガニだった。ザリガニは、いらない。重りを外しました。ダメです。
食い気のある、手長を発見。惜しい。ほら、餌だよ。餌を加えています。惜しい。惜しい。この手長だな。この手長は絶対にゲットしたいです。惜しい。餌を加えてるみたいです。食い終わるまで待ちます。引き合わせてみる。ひょい。やったー。夏に釣れる手長よりは少し小さい。食い頃サイズ？よし。餌を加えているみたいです。合わせてみます。ひょい。ひょい。よし。餌を加えているみたいなので、食い終わるまで待っています。ガザミ系の神だ。合わせ。3匹、ゲットできました。
今日は、もう、帰ります。どうも、あゆかわです。本日は、野草を天ぷらにしてみます。100均で買った天ぷら粉。はい、完成です。塩で食べてみます。いただきます。ほろ苦くて、うまい。おすすめです。続いて、葛です。いただきます。枝豆のような味です。タラの芽より、うまい。おすすめです。続いて、アケビです。いただきます。かすかに苦いです。タンポポのほろ苦さとは、違う苦さ。まあまあ。後編のご視聴ありがとうございます。葛の新芽と、タンポポの花の天ぷらは、激うまです。食べたことがない方は、ぜひお試しください。